いはい、皆さんこんにちは。ミミィのマイレシピです。今日のミミィのマイレシピは富澤商店さんお買い物シリーズ。はい、ココナッツシュガーでメレンゲを作るとどうなるのか。茶色い香りはね、黒糖に似てます。少しだけつぶつぶというのかな、上白糖にも似てるんだけど、そっちよりもね少し粗いかもしれないので、こちらはふるって使おうと思います。見てください、これはねどうやっても下に落ちないの。すっごい塊なのよ。で、潰そうと思っても潰せないのね。これも使えるみたいね。サクサクしてるから使っていいんだと思う。これもちょっとどうにかしてね混ぜ込んでみようかな。そしてね、ちょっと今気づいたんですけど、わかります？ここにお水がちょっと垂れたんですよ。そしたらね、すごい溶けてる。もしかしたら溶けやすいのかもしれない。こういう感じでちょっとね、今からメレンゲに使っていこうと思います。いつもの立て方にココナッツシュガーを使っていきますね。これをね先に入れちゃおう。先に入れてからのこれをね、でもちょっと待って、固まってる。ほら、湿気に弱いのかな。ちょっと待ってください。確かにね、お水に弱いんじゃなくて、多分水を見てみて、こっちが分かりやすい。ほら、すごい溶ける、すごい溶ける。水をやっぱり吸収して、なんていうの、お砂糖だもんね、糖だからすごい固まりやすい。まあ3つにねちょっと分けてちょっとねやっていこうかな。ちょっとやっていきます。すごい。じゃあいくよ。はい、これでね一応ね全体に行き渡ったという感じですけど、やっぱりつぶつぶ、すごいつぶつぶ、最初に入れたつぶつぶがね、でこれが溶けるかもんかよね。やっていきます。すごいすごい、これすぐふんわりなる。今までいろいろ立ててみたけど、これはね案外砂糖と変わんないよ。これ2回目。はい、すごい、ちゃんとね形になるのも早いし、粗いということもないかな。これはもうお砂糖とあんまり変わらないクオリティだね。よし、じゃあ最後入れてしまおう。でも固まりやすいな、固まりやすい。砂糖って水分があると固まるの知ってます？知ってますよね、皆さんね。はい、これで全部入ったけど、だれるってことがないんだな、あんまりね。そして私さっき、砂糖は水分があると固まるって言ったけど、水分があるとサラサラになるんだった、ごめんなさい。水分があると砂糖ってサラサラになるんですよね。上白糖とかそうですよね。だから固まったお砂糖に少しだけお水を垂らしてあげるとすっごいサラサラになるので、なんでこれは固まるのかな。綺麗に立ちました。すごい綺麗、すごい綺麗、本当に綺麗。それじゃあ中を見てみよう。あー、すごい綺麗。なんだこれ、すごい綺麗、すごい、びっくりした。ほら見て、すごい、すごく滑らかで質感もねとってもいいです。そして溶け残りみたいなのがあるかなと思えば、見ればねほら少し茶色いっていう点々がねありはするけど、ほとんど溶けてるんじゃない。はい、じゃあ今からちょっとね卵黄生地を作る間、メレンゲのね変化をちょっとね観察するってことで、ちょっと今からね卵黄生地を作ります。今回はですね、なんでこのココナッツシュガーなるものをと皆さん思ったでしょうかね。実は視聴者の方のコメントで私は存在を知ったんですね。これを探して回ったんだけど、やっぱりねないの。また世間的に知ってる方が少ないんじゃないの、私は知らなかったっ
って、まあ、私もねとろい方なんですよ、疎いと思うんだけど、で探して1軒だけ見つけたところは売り切れで買えなかったの。そして今回富澤商店さんに行った時にまさかあったわと思って、富澤商店さんにはねやっぱさすがあったな。今はねいろんな砂糖があるじゃない、甘味料ですよね、砂糖などとは、まあ、違う甘味料というのがあるんですよ。まさかねココナッツから砂糖が取れるなんて、砂糖というのはすごいよね、今何でもできちゃう。でその方の、あの視聴者の方はですね、ココナッツシュガーというので作ってみたいんだけどもどんな感じなんかなっていう質問だったと思うのよ。もう本当に使ったことない、みんなも知ってる方いた？私存在も知らないし、だってそれはお店にないから知らないのよね。多分お店にあれば見かけてれば、ああ、あるなんだこれみたいな感じでね思ってたと思うんだけど、今までどこの店行ってもね見たことなかったもん。だから今回いい機会だった、いろいろね自分が買いたいものが本当に買えてね、ラッキーな旅だったんですけど、はい、卵黄生地はこんな感じです。ではメレンゲを見てみましょう。綺麗だね、近くで見ても遠くで見ても綺麗だよね。これがねちょっとどんなもんなのってことなのよ、これが時間を置いた時どうなるのかってことなのよ。あーすごい滑らかだ、すごい綺麗、やだすごい綺麗。ほら上側にさもろもろもろってなんかやっぱり塊があるじゃない、でもねこれは塊のうちに入らないよ、本当にすごい滑らか。ほらもうなくなった、やった何これ、ほらすごい何これ、やだすごい見てすごい綺麗これ、いや上白糖クラス、これは驚く、上白糖、黒糖よりも上白糖に近いクオリティを持つね、これはねすごい。香りは黒糖、色味も黒糖に似てて、およそメレンゲにね使えるのっていう感じの粒子の粗さだったんだけど、まさかのびっくりだ、いやだ見てこれすごい、落ちそうで落ちないよすごい。はい、これのホイッパーの後の滑らかさといったらもう信じられない。ただこれがね強いのかな、強いですね。そうよね、ここまで滑らかで綺麗でもろもろにならないってことはね、メレンゲの膜が強いんだな。今回 70g しっかりちゃんと入れたのね、いつもと同じ分量っていつもやってるから、もう綺麗すぎてもうなんかすごい、あー写真撮りたい、いっか。今回のやつあの 100g しか入ってないから、もうこれ1回使っちゃったからもうねもうメレンゲ作れない、買おうと思ったら現地に行かなきゃいけないわ。これ私ココナッツシュガーを買いに行きたいくらいだわこれ。うん、油脂系にも使えるかもね、すごい滑らかすぎる、これはすごいわ。卵黄生地と混ざっても全然びくともしないしね、どちらかといえば砂糖よりも滑らかかな。少し私慣らす作業というのが結構入るのね、それないわ。今回も結構もうホイッパーだけでこう混ざっちゃった感じだもん。時間を置いても滑らかさを失わないというのがすごいのよね。メレンゲってある程度時間を置くともろもろになるっていうのがあるじゃない、砂糖がねそれなりに入っていればそういうのを防げる、または粒を小さくしておけばというのはありますけど、だけどこれが純粋な上白糖グラニュー糖とは違いますからね。ココナッツですよ、ココナッツですよ、2回言いましたよ、大切な時は2回言うんですよ。中心通って中心通って中心通って混ざるのも早いのね。滑らかなメレンゲっていうのは混ざるの早いのよね。こういうメレンゲをいつも作れれば少ない回数で混ぜることができて、そして生地がだれるってことがないのね。いい生地が早く作れるんですよ。手数が多いとやっぱりだれてくる。これがもう言ってしまえばチョコレートクリームチーズ、そういう場合はもう早く混ぜて早く焼かなきゃいけないけど混ざりきれないっていう場合がねどうしても起こってくるのよね、メレンゲが。だからやっぱり混ぜなきゃってするとそのうちだれてくるんですよ、スピードが速いからね、壊れるスピードがね。ちょっとね今気づいたんだけど、
気泡がポチポチ上がってきてるような気もしないでもないわ。ほら、これはよくあるな。後からこれ来たね。でもこうやると綺麗なのよね。案外綺麗よ。でも気泡がやっぱり上白糖とするとこっちの方が気泡がポチポチポチっていう気泡はあるかなって思うけど、いやでも綺麗、こんくらいはいいよ。もう全然大丈夫、私大丈夫、このぐらい大丈夫よ。これはですね、私がここまで遊ばなければいいだけの話なんですよ。ちょっと壊れちゃってますね、メレンゲがやっぱりね。でも相当いいメレンゲだけど時間を置くっていうとダメなのかもしれないな。でもね、すごい上白糖に及ぶとも、これなんていうの、上白糖に勝るとも恐らない、なんていうの、上白糖に勝るとも劣らないって言いたいのね私ね。大きい気泡のポチポチっていうのがあるから焼いた後にねちょっと穴が出てくるかもしれない。うん、手応えはそうでもないな。滑らかだからね、このメレンゲは滑らかなんですよね。手応えがそこまでありません。強い感じはしないのにとっても強かったね。純粋な砂糖じゃない場合は少しだけ大きいポツポツとした空気の塊のようなものが上がってくるっていうのはどれも一緒、蜂蜜も一緒だったな。多分ほとんどこういう症状が出たんじゃなかったかな。はい、それでは15分でちょっと膨らみすぎてます。実はですね、180度5分のところを7分やってしまったので少しだけ膨らみが大きくなってしまいました。すごい、かなり上まで来ちゃいました。まさかトラブルとかないよね。うん、でもね、香りはやっぱり普通のシフォンケーキと全然違うの。黒糖っぽい、うん、なんだろう、これはなんて言えばいいのかな。なんとか筒は超えずに済みました。もうそろそろ焼き上がりなんで取り出したいと思います。ちょっと焼き上がりが早いです。取り出します。はい、綺麗。はい、逆さまにします。ショックしなかったね。ショックしてないけどちょっとだけしようかな。今から間に合う？ちょっとちょっと、はい、こんな感じです。はい、出来上がりです。落ち着きました。すごい。綺麗。膨らみ綺麗。結構膨らんだからどうかなと思ったけど、これでトラブルがなければいいんですけどね。でも色が綺麗ですね。どうでしょうか。すごい綺麗にできてます。今回のシフォンケーキ、高さは9センチ。いつもより少しだけ高いよね。私は今回もしかしたらね、そこの方に何かトラブルが出たかなって思ったんだけど、そんなことはなかったです。そして驚いたのが、蜂蜜などを使った時の大きな穴、それがね見当たりません。とてもキメが細かい。この生地のね、この断面がね本当に綺麗。これはびっくりしましたね。そしてとっても柔らかいの。すごいじゃないの。元に戻るのにちょっと時間かかるわね。すごいへこんじゃったもん。これはココナッツシュガーの成分にもよると思います。黒糖に近いというふうな感じも書いてありましたよね。同じようにコクがあって優しい甘さがあると、そして他のお料理なんかにも十分使えるということで、これはもう砂糖の代わりに十分なりえますね。それではちょっとね、試食いきたいと思います。うん、うまっ。うん、なんだこれ、おいしい。あのね、すごいしっとりしてんの。しっとりして柔らかい。ふわふわだけど柔らかくてしっとりして黒糖にそっくり。これはね、あれだな、黒糖まんじゅう、黒糖まんじゅうの外側みたいな感じ。匂いっていうのかな、香りとか味とか、あの鼻に抜ける風味、そういうのがそっくりだと思うんだけど、いやこれ美味しい。何この引きと思ったけど、ほんと美味しい。もうほんと美味しい。これすごい。これね、こうやって取るでしょ。そうしてね、こうやって置くでしょ。ほら、すっごいへこんでんの。ここがへこんでんの。今回のやってみたココナッツシュガーでメレンゲを作るとどうなるのか。ツヤツヤピカピカの美しいメレンゲを作ることができました。しかも、はい、
ふわふわで美味しいしっとりコクのあるシフォンケーキもできました。今回のココナッツシュガー、粒が大きい、また固まりやすいなどねありましたけども、とても溶けやすくて砂糖と同じようなクオリティのメレンゲを作ることが十分可能であります。お菓子だけじゃなくて他のお料理、そして飲み物に普通に使っていいんだって。しかも嬉しいことがもう一つ、血糖値の上昇が穏やかになるんだって。これは嬉しいですよね。この視聴者の方が教えてくれなかったら私は一生知ることはなかったかもしれない、このココナッツシュガーなんですけど、気になる方一度やっぱりねこれを使ってみてほしいと思います。ぜひ皆さんココナッツシュガーのシフォンケーキ作ってみてくださいね。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。